皆さんこんにちは、内田修です。マイク聞こえてますか？今日の動画ではですね、私が頑張ってバレンタインチョコを作るのを頑張ってるのを見ながら、バレンタインについてちょっと雑談していきたいなと思います。バターを潰してますね。そう、冬だからなかなか柔らかくなってくれなくてちょっと苦戦してますね。はい、ということで、バレンタインはですね、日本とオーストラリアではちょっとまあ違うところがいろいろとありまして、まあ日本だったら女の子が男の子にチョコレートをあげるっていうのが普通だと思うんですけど、例えば女の子が頑張ってチョコを作って渡すとかね、なんかよく漫画とかアニメとかに出てきたりするんですけど、まあ、少女漫画とか結構よくありますよね、そういうシーンが。頑張ってチョコを作って、まあ、可愛くラッピングだったりとか、可愛く包んで勇気を出して好きな男にあげるとか、気になっている男の子に渡すっていうのが定番だと思うんですけど、あとあれだ、日本だと義理チョコとか友チョコとかっていうのもありますよね。本命ではないけれども、本命よりもちょっと手を抜いたお菓子を作って、仲いい子たちとかに渡すとか、あと友達に渡すとか、そういうのもありますよね。私もあの土曜日学校、まあ、日本語を学ぶ土曜日学校に通ってた時に義理チョコを頑張って作ってましたトリュフとか、あとチョコクッキーとか、そういうのを頑張って作ってましたね。はい、で日本では女の子が男の子にチョコレートをあげるっていうのが普通だと思うんですけど、オーストラリアでは実は逆で、男性から女性にあげることが多いんですよね。多いというか、多分それが普通で、なんか私も、まあ、小中高通ってて、バレンタインの日になると男の子がバラを、まあ、好きな女の子にバラの花束をあげるとか、そういうのありましたね。あとはちょっと面白かったのが、あのバラをあげるのが普通なんですけど、バラじゃなくて自分が作った曲をその好きな子の前だったりとか、あと彼女の前であのギターを持ちながら披露するとかね、そういうのもありました。サプライズでその女の子の友達と男の子の友達がみんな協力して、その男の子が好きな女の子に自分の作った曲とか、まあ多分カバーソングとかもあったと思うんですけど、そういうのを好きな子の前で披露できるようにみんな力を合わせて、ね、やってたのは覚えてますね。あとは学校の外に花屋さんが売店を出していたり、いろんなバラに限らずいろんなお花を売ってましたね。もちろんバラが定番なのでバラメインで売ってたんですけど、一輪のバラ、まあ学生なのでそんな花束とか結構、まあ、バラの花束ってなると高くなるじゃないですか。だから一輪のバラを確かいくらだったっけ、300円とか500円とかで売ってて、学校に行く道に売店出してたりとか、あとは学校が終わって帰る時にその男の子たちがそのバラを買えるように売店出してたりとかっていうのはありましたね。肩を抜いてますね。結構
喋っちゃいましたけど、全然チョコレートを作ってるのに全然ナレーションしてなかった。ここからがですね、私が得意なキャラメル作り。キャラメルって砂糖と水でできてるんですけど、意外とね、いろんなお菓子にキャラメル使ってて、プリンだったりとか、そのプリンの下の苦いところもこうやって水と砂糖をずっと煮てキャラメルを使ったりしますし、まあ、今回もアーモンドに絡ませてですね、いい音ですよね。そう、こうやってアーモンドに絡ませて、でバター入れて、アーモンドのなんだったっけ、キャラメリゼを作りましたね。小学校の頃はですね、担任の先生が女性の方でして、でバレンタインの日に、多分学校の許可を取ってだと思うんですけど、授業中に旦那さんが箱、でっかい箱に入ったバラの束を急に教室の中に持ってきて、ハッピーバレンタインデーって言いながら授業中入ってきてで、女性の先生に渡すっていうのもありましたね。さすが海外って感じですよね授業中に先生の旦那さんが授業に割り込んでくるっていうでもすごいいい思い出でしたね。今からコーヒーのガナッシュを作っていきます。コーヒーと生クリームと、あと、水飴だったかな？入れてチョコと混ぜてますね。あとバターか。ガナッシュは、冷やしても固くならないようになっているので、なんだろう、ムースよりも硬いけど、チョコを冷ました時よりは硬くない感じ。説明がしづらいなでもそんな感じですね。私はコーヒーが好きなので、今回チョコの中にコーヒーが入ってるお菓子を作ってみました。バレンタイン近くになると、オーストラリアの場合はお花屋さんが結構繁盛するというか、なんかバラをプレゼントとしてあげる人が多い気がするんですけど、日本はバレンタインにバラっていうイメージがあまりないですよね。バラをバレンタインであげてる日本人の方ってあんまり見たことない気がする。皆さんどうですかね。日本のバレンタインってすごいチョコレートのイメージが強くて、まあ、この時期になると100均とかでそういうお菓子作りの、なんだろう、お菓子作り用のものが売ってたりとか、チョコレートの型が売ってたりとか、あと包む、なんだろう、かわいいパッケージとか箱とかね、そういうのが結構売ってたりしますよね。でもいつから
海外は男性から女性で、いつから日本は女性から男性になったんですかね。すごい不思議なんですよね、そこが。どこで逆転したんだろう。はい、ということで、私の大好きなデコレーションタイム、ホワイトチョコですね。で、これはカカオニブですね。で、いちごを、乾燥されたいちごを乗っけて、で、ここからが、そう、本当はここにココアパウダーをきれいにのせたかったんですけど、やってみたらドバって落ちたっていうね。はい、ということで、きれいにデコレーション出来上がりました。ハッピーバレンタインデー、皆さん良いバレンタインを。バイバーイ。